どうも、香港健太チャンネル健太です。今日はね、前回のバレットタイムの、コメントに、なんであの影、ちょっとこの辺に出してると思うんですけど、なんで影が出てるんですかっていう質問があったので、それに、ついての説明と、あと、まあ、それの対策について話したいと思います。まずね、なぜそのバレットタイムに影ができてしまったのかというと、これがあの前回使った、2.7 メートルの、自撮り棒ね。で、出来がこんな感じ。で、こいつが、インスタ360から出てるデザインフォーバレットタイムっていう棒ね。これ1メートル20ぐらいしかないんだ。でね、その、ここのところがね、こう、ちょっと小さくなってるんだよね。で、実際にこうカメラをつけてみると、ほら、ここのところちょっとはみ出てるの。これがね、影に映っちゃうの。だからなんかこう半月みたいな感じでね、出ちゃってたんですけど、今回じゃあこれでバレットタイムやってみます。これだとほら見るともうほぼね、近くにいないんで、じゃあ実際にやってみたいと思います。さあどうでしょう、これでうまく映ってないと思います。で、あのこの自撮り棒ね、このままこうつけてね、歩きながら撮るとなんか、自撮り棒も消えて映らないんで、結構いいかもしれない。これは多分インスタ360のサイトで売ってると思うので、そちら見てください。一応詳細情報は下の方に載せておきます。本日以上です。では